どうも、方向こんにちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。今回は2022年6月16日についに発売が決定した日産の軽の電気自動車、サクラの内外装を夫婦で紹介します。今回紹介するグレードは一番の人気グレード X です。こちらを選択される方が現在 61% の割合で、次が最上位グレード G で 36% です。価格は税込み239万9100円ですが、国からの補助金55万円引くと実質184万9100円となり、お求めやすい価格になっています。ボディカラーは春夏秋冬を表現した特別なシーズンカラーで、こちらは秋をイメージした暁サンライズカッパーとブラックのツートーンでプラス7万7000円です。現在のボディカラーの人気色は1位がホワイトパールで 21%、 2位がホワイトパールとチタニウムグレーのツートーンで 15%、 そして3位がこちらの暁サンライズカッパーとブラックのツートーンで 12% になります。この大注目の軽の電気自動車サクラの6月12日までの受注台数は、5月20日に発表されてからたった約3週間で1万1000台を突破しており、電気自動車としては異例の販売台数です。しかもまだ日産ディーラーの全店舗に展示車や試乗車が配備されていない状況で、この受注台数は素晴らしい滑り出しだと言えると思います。また約3週間で1万1000台の受注台数という数字がいかにすごいのかを分かりやすく説明すると、昨年2021年に日本国内で販売された輸入車も含めた電気自動車の台数は2万1139台ですので、たった約3週間でこのサクラが昨年の日本での電気自動車販売台数の半分以上を占める数字になっているのです。日本で最も売れている電気自動車は言わずもがな日産リーフですが、そのリーフの2021年の合計販売台数は1万843台ですので、サクラはたった3週間で昨年のリーフの販売台数を超えていることになります。そんな日産サクラの気になる試乗動画は前回アップしていますので、まだご覧になっていない方は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひそちらもご覧になっていただくと、このサクラの魅力がより伝わると思います。それでは少し話が長くなりましたが、早速内外装編いってみよう。日産の文字が浮き出てる感じ。ああ、本当だね。すごい近未来の感じ。すごいね。これさ、名前サクラ、サクラ？サクラ。なんか可愛い名前だけどさ。うん。なんかデザインそんな女性だけとかじゃなくてさ、男性も好きそうな感じの。ね、男性も好きそうなデザイン。そうだね。これが14インチのホイールですね。オプションで15インチのホイールにも変えれるけど、14インチのホイールの走りもすごい滑らかだったね。アリアから導入されたカラーだけど、めちゃくちゃ高級感あっていいね。で、後ろがね、これライト見て、これ一文字の今流行りの、めちゃくちゃかっこいいでしょ、近未来的で。でもなんかあれピカピカしてた、丸くて可愛い、うん、ね。あ、ブレーキランプがつきましたね。あ、なんかちょっとブレーキランプ。サクラって入ってますね。入ってますね。で、ここにゼロエミッションって入ってます。これはシールになってますね。これはちょっとシールじゃなかったらなおさら嬉しかったなっていう感じはしますね。うん、サクラっていうからピンク系かと思ってたら、カラーバリエーションがいろいろあるんだよ、うん、もっとなんかかわいいかわいいイメージなんですよ、うん、スタイリッシュ。はい、カラーがめちゃくちゃいいね、このカラー
外でめちゃくちゃ映えるね。ね、これが X グレード、中間グレードだね。でシートは、シートもファブリックだけどよかったね、うん、ファブリック色も変えれるみたいだし ね、白っぽいのがいい、うん、そしたら内装もっと明るくなるよ ね。頭上空間どれぐらい、拳何個ぐらいあるだろう、これでいい、いやポジション合わせてもらっていいかな、ポジション合わせて、で頭上空間どれぐらいあるかな、3、4、4個ぐらいあるね。もう頭上空間めちゃくちゃ広い、こういったね背の高さがある車だからね、でも安心感安定感めちゃくちゃあるよね。でこのステアリングは高級感あるですよね、かっこいいよねこのステアリングね、ここにメッキ加色がされてるからね、うん、すごい高級感ある、滑らなかったしねこれね、うん、ちょうど握りやすい、うん、ね、よし助手席行って、ではドアを閉める音聞いてみましょう。おー結構いい音しますよね、うん、いい音します。ではちょっとエンジンかけてみましょう。このアニメーションあるのいいよね、本当に本当高級感あるな。こういった形で切り替わりますね。この内装の質感、ここにドリンクを置けます、こういった形でね、大発見しちゃった、はい、行くよ、行くよ、うん、そう、ここに桜が描かれています。知らんかった、そう、桜描かれてるのよ、すごいでしょ、かわいい、これかわいいですよね、で、この下、実はここにも見えにくいですけども、ここにも桜が描かれてます。あ、本当だ、ここね、そう、桜がね、描かれてます。ちょっとだけしか物は入らない、ここにね、ここにソケットついてますね、うん、で、ここもこういった形でね、ここにここで充電しながら、ここ USB のポートも2口ありますね。でこの右側にここにブレーキホールドのボタンとドライブモード、あとステアリングのボタンとかありますね。これが若干ね、これがちょっと場所的には使いにくかったですね。このドライブモードっていうのは結構使いますんで、そうだね、もうちょっと、まあ、どっかね付けれなかったのかなと思うんですけど、まあ、これはまあ、こういったね先進性を表すためにこういった形にしてるんで、すっきりしてるんで、つける場所がなかったんですかね。まあ、よく言うとこういうねステアリングについてればドライモードめちゃくちゃ切り替えやすいんですけどね、なかなかついてるのないからね、そういった車、まあ、これは使いやすい使いにくいはあると思いますけども、まあ先進感があってこのタッチ式いいかなと思います。通り越し浅いけど広い、うん、幅広いね。で、その下はグローブボックス、ちょうど車検証が入っていっぱいの大きさ、うん、ここはこじんまりとしてる感じ、はい、ここはね、こういった形でファブリックなんですけども、この中間グレードこう全面的になってるんですよ。手の当たる場所、手の届く分は全部ファブリックっていう感じですよね。この一体感がめちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ高級感ありますよね、うん、高級車の軽自動車の枠を飛び越えてますよね、この感じ。目に見える部分が全ていい、デザインがやっぱり和モダンだね。そう、こういったところまで全部和モダンって感じなんですよね。和モダン、
その水引きなどをイメージされてるんですかね。ねえ、こういったのがすごい和を取り入れて、本当さくらっていう名前もネーミングもめちゃくちゃいいですよね、うん、でここにカッパーのここ ねアクセントが入ってるんでめちゃくちゃ高級感あります。こっちまでつながってますね。これは素晴らしい。で肘掛けもついてますね。高さ的にもちょうどいいですね、うん、しかも細さもすごいよね、うん、ちょうどいい、太すぎず細すぎずっていう感じでね。これも素晴らしい、すごくいい。コンパクトながらもしっかりね、いいですね。でここバニティミラーもあるかどうか、あ、バニティミラーまでついてます。ライトはないですけども、バニティミラーも完備されてますね。助手席はない、助手席はついてません。はい、でこちら SOS ボタンもついています。ライトはこういった形で3つついてますね。すごいね。こちらは LED ではないですね、豆球という感じです。さあ後ろに行ってみましょう。ここもね、さあ乗り込んでみましょう。後ろのここら辺はさすがにプラスチックという感じですね。後ろの頭上空間めちゃくちゃ広いんじゃない？広いよ、すごい。後ろ頭上空間どれくらいある？拳3つぐらいは入るよね、3つちょっとぐらい、うん、でこれ見てこれ普通のこのめちゃくちゃ広いよね。今運転席をドライバーポジション、ちなぽん身長161センチに合わせてますけども、こちら後ろどれぐらいかやってもらっていいですか？かなり前にはしてるから普通よりひどいんだけど、161センチで合わせて足元空間拳何個でしょう？4個入りますね。めちゃくちゃ広い。足も組めるんじゃないかな。足も余裕で組めちゃいますね。結構もうここがさフラットだからすごくない？そう、後ろがね全部フラットなんですよね。それこそ運転してて、うん、この助手席も一番前にしたら、うん、結構だって今運転席のポジションでも広いやん、うん、この私ら前の方にしてるから、うん、これも限界まで前にしてます、うん、もっと広くなって、広いね。ベビーカーとかじゃん。そうだね、ちっちゃい子供用の自転車のせいです、うん、でこれ背もたれリクライニングもあります。リクライニングはどれぐらいだろう？これが一番最大かな、今これが最大だった、うん、リクライニングできるのもいいですよね。これで座ったらどんな感じ？ちょっとなんか足筋が良くなると思う、ね、でも見てこのめちゃくちゃ広いよね。でこのブラックの内装も質感悪くないですよ、全然。このすごいクッション性が、クッション性すごいね。ちょっと私も座ってみていいですか？おり、あ、クッション性めちゃくちゃいいね。なんか好きな硬さじゃない？我が家クッション性すごい。で足元めちゃくちゃ広い。そう、これ私身長168センチですけど、1,2,3,4 めちゃくちゃ広いね。圧倒的広さだね。そして頭の空間も全然ねいいから、これが本当にスライドドアだったらね、やっぱり軽ハイトワゴンって一番売れてるのでスライドドア、 NBOX とかもそうだけど、これがスライドドアだったらまた需要高くなるんじゃないかなと思ったりしますね。まあでもこれでも全然悪くないですけどね、うん、こういった感じでここにドリンクホルダーもありますし、うん、ね、結構背の高いのも余裕で、うん、ちょうどいい。だからいつもなんか足元のところに置いてるのが多いね。後ろ助手席側にはこのスマホ入れみたいな、こういったのもありますね。ここもメッシュ、ね、ここもあります。ここも運転席側はついてないですね。シンプルだ、でもいいよね、うん、じゃ後ろ見てみましょう。後ろ開けてみましょう。自動じゃないよ、さすがに軽自動車で自動はないよ。つい自動になるかみたいな。これがね、普通のガソリン車のデイズとかと一緒で、これバッテリーが下に入ってても何も変わりないんだよね。 そこで移動しても何もバッテリーとかのあれで
不自由がないんでしょうね。え、これでも多分余裕あると思う。そう、あの座るところで、この下はこういった感じですね。ここにも多少物入りますね。だから全然これをこうしてもこう EV になっても全然居住性とか全然損なってないんですよ。それがすごい。でそちらも倒すと、フラットではないですけども段差これぐらいありますけど、でも別にいいよね。でも結構なものがあると思う。まあ軽自動車で車中泊とかしないから別に段差があっても気にならないしね。そう、これがめちゃくちゃいいのよ。すごいね。 EV でも全然場所をね狭くなったりとかしてないから。そこの広いスペースを取ったままでも、うん、足元はこのぐらいかな。一番これ前にした状態なんですけども、それで後ろ乗り込んでも、通常の一番後ろ広い状態でしても足元空間拳が2つぐらい入るよね。それでも拳が2つ入る。これはめちゃくちゃ広いね。こっちだとちょっと狭くなっちゃうけどね、うん、私たちのドライバーポジションだと前の方だから、うん、それでもここさえリクライニングちゃんとしとけば、うん、そうだね、問題ないね、うん、うん、で屋根が白いからそんな圧迫感感じないよね。爽やかね。これはシートの色でもだいぶこの部屋の空間の感じ方変わると思いますね。ね、白系にしたら柔らかい感じでね、女性好きそうだよね。ふわっとした感じ。そうそうそう。さ、降りてきて。でここ押してみてもらっていい？はい。ここが充電になってますね。いや、ここまでここにも可愛らしい。ね。すごい。これは急速充電と普通充電って感じだね。かっこいい。こんな感じ。こんなんなんだ電気って。そうそう。おしゃれだな。こんな感じですね。これって桜のあれ花びら的？いや、それは充電のあれだけど。ただすごい。ここに遊び心あるのもいいですよね。こういったこだわりがね。手を抜いてないです、こういったところも。さて、いかがだったでしょうか。私も自分の家が一戸建てでセカンドカーとしての条件に当てはまるのであれば、本当にこの桜が欲しいです。私自身大注目していますが、桜が将来的に日本の EV および軽自動車の中でゲームチェンジャーという存在になり得るのかどうか非常に気になります。次回はホンダ新型ステップワゴンを峠道でがっつり試乗することができましたので、そちらの試乗編の模様をお送りします。前回の街中試乗でのファーストインプレッションとはまた違う感想になっていますので、ぜひチャンネル登録をして次回もご覧になってください。今回の動画が少しでも良かったなと思っていただけたなら、グッドボタンもよろしくお願いします。また最新の状況などは Twitter、Instagram にアップしていますので、ぜひそちらもフォローしていただけると非常に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。